タイガーラグはジャズのスタンダードナンバーで1917年にオリジナルディキシーランドジャズバンドによって最初に録音され著作権登録された曲。ジャズの楽曲の中でも最も多くの録音を生み出した曲の一つである。ニューオーリンズのアップタウンに残るニックラロッカの家の玄関にはタイガーラグの一節の音符をかたどった扉の飾りがある。 この曲は1917年8月17日にオリジナルディキシーランドジャズバンドがエオリアンイコールボカリオンレコード向けに初めて録音しレコード番号 B1206 タイガーラグワンステップリトゥーンプレードバイオリジナルディキシーランドジャズバンドとして B 面曲にオストリッチワークを収録してリリースされたこのエオリアンイコールボカリオン版は 同社が当時時代遅れになりつつあった垂直振幅記録方式で録音をしたため当時のほとんどの蓄音機でうまく再生できずあまり売れなかった2回目の録音は1918年3月25日にビクターレコード向けに行われレコード番号18472ビートしてスケルトンジャングルの B 面に収められたこのレコードが全国的に 大ヒットとなり、タイガーラグは、ジャズスタンダードとしての地位を確立した。この曲は1917年に、バンドのメンバーのニック・ラ・ロッカ、エディ・エドワーズ、ヘンリー・ラガス、トニース・バーバロ、ラリー・シールズらによる、著作物として著作権登録され、発行された。この曲には、後に1931年にハリー・ダ・コスタが付けた歌詞で、 ミルズブラザースが歌い、100万枚を売って、全国第一位のヒットとなった。タイガーラグの原作者が、オリジナルディキシーランドジャズバンドであることは否定できない。しかし、この曲が最初に録音される以前に、何人ものミュージシャンたちが、ジャズ楽団のリーダーとして、世に出て、後にスタンダードになっていく楽曲も、すでに形を取り始めていた。タイガーラグや、 オーディドゥントエイチイ・ランブルといった曲は、初めて録音されるずっと以前から演奏されており、バディボールデン、ジェリー・ロール・モートン、バンク・ジョンソン、パパ・セレスティン、シドニー・ベッシェ、キング・オリバー、フレディ・ケッパードたちは、すでにジャズのコミュニティにおいてよく知られていた。ルイジアナ州ニューオーリンズのミュージシャンたちは、この旋律はずっと前からニューオーリンズにおいて、 スタンダードになっていたのだと主張する者も,もいたが、それを証明することはできなかった。中には、この曲そのままの旋律や、よく似たバリエーションを別の曲名で著作権登録する者も,もいた。それらの中に、レイ・ロペスの、ウィリー・ウィーゼル、ジョニー・デ・ドロイトの、ナンバーツー・ブルーズなどが含まれる。パパ・ジャック・レインのバンドにいた、ベテランミュージシャンたちの多くは、この曲が、 ナンバーツーという名で、オリジナルビキシーランドジャズバンドが、著作権を主張するよりずっと前から、ニューオーリンズで知られていたと語っていた。あるインタビューで、レインは、この曲の本当の作曲者は、アッキーレ・バケットだと述べている。パンチ・ミラーは、コルネットと、トロンボーンによるブレイクは、自分が、ジャック・ケアリーと一緒に作ったものであり、ケアリーのうなるようなトロンボーンの音から、 地元の人々はこの曲を、プレーン、ジャック・キャリーと呼んでいた、と主張していた。ジェリー・ロール・モートンも、この曲を書いたと主張しており、フランスの古い部曲であるカドリーをジャズ風に、仕立て直したものを、曲の一部に組み込んだと述べている。フランク・ティロは、著書、ジャズ、エイヒストリーで、モートンは、フランスのカドリーを点拍子で演奏し、タイガーラグに変換したのは、 自分の手柄だと主張していると記述している。作家サムチャーターズはタイガーラグはジャック・ケアリーバンドが作り出したもので、このグループはオリジナルディキシーランドジャズバンドが録音したスタンダード曲の多くを作り上げたのだとしている。この曲はニューオーリンズの黒人ミュージシャンたちの間ではジャック・ケアリーとして知られ、白人たちの間ではニガーにで通っていた。 この曲が作曲されたのは、ジャックの兄弟だった、トマス、通称、パパムッドが、最初の一節を、カドリーユの楽譜から引っ張り出したのがきっかけであった。バンドは、クラリネット奏者、ジョージ・ボイドの腕を聴かせるために第二、第2、第3のストレインを展開し、最後のストレインは、トロンボーンのジャックとコルネットのパンチミラーが仕上げた。正確な詳細は、はっきりしていないが、 少なくとも、タイガーラグによく似た曲や、この曲のストレインのバリエーションが、オリジナルディキシーランドジャズバンドに録音される以前から、ニューオーリンズで演奏されていたようだが、それらが、オリジナルディキシーランドジャズバンドの録音と、どこまで似通っていたのかは、想像の域を出ない。彼らの録音が、この曲の標準的なバージョン、あるいは、曲の冒頭のアレンジの固定化の一助になったと思われるが、 録音されたバージョンで聞かれるストレインは、その後の録音や演奏では全くと言っていいほど、省かれている。オリジナルリキシーランドジャズバンドの録音が成功を収めたことによって、この曲は、全国的な人気を得るようになった。この新しいジャズという音楽が飲み込めないバンドでも、演奏できるように、ダンスバンド用やマーチ用の編曲が施された楽譜が、出版された。 1910年代末から1920年代を通して、この曲は何百回も録音が行われた。その中には、レオン・ロッポロのクラリネットソロが聴かれるニューオーリンズ・リズム・キングスの番もある。この曲は、1920年代には、チチェン・イッツァの遺跡でも鳴り響いていた。考古学者のシルバナス・モーリーは、発掘していた。 この遺跡に持ち込んだ手回し蓄音機で何度も何度もこの曲をかけていた。やがて陶器映画が登場すると実写映画でもアニメーション漫画映画でも何かとても活発な様子を表現する場面でこの曲をサウンドトラックとして頻繁に用いるようになった。タイガーラグはスタンダードナンバーとなり1942年までに136以上のカバーバージョンが出された。 有名なアーティストがこの曲をカバーした例としては、アートテータム、ベニー・グッドマン、フランク・シナトラ、デューク・エリントン、ビッグ・スバイダー・ベックらがおり、ルイ・アームストロングは少なくとも2回、1930年の OK 版と1934年のブランズウィック版の録音を SP レコードに残している。ミルズ・ブラザースはこの曲を ボーカル曲として1931年に録音してヒットさせ全国的なセンセーションを巻き起こしたが同じ年にはウォッシュボードリズムキングスがその後の時代に登場するロックンロールのジャンルに影響を与えたと後々評されるようになったバージョンをリリースした1930年代初めにはタイガーラグはビッグバンドが 編曲者やソロ奏者の技量を見せつけるために演奏する定番曲となり、特にイングランドではアンブローズ、ジャック・ヒルトン、ルース・トーン、ビリー・コットン、ジャック・ペイン、レイ・ノーブルといったバンドマスターたちがこぞってこの曲を録音した。やがてスイングの時代になると、この曲の人気は後退し、一種のクリシェとなった。それでもカバーは次々と生み出され、 1952年には、レスポールとメリーフォードのバージョンがヒットとなり、チャーリー・パーカーによるビバップのバージョンも出た。1954年にはテックス・アベリーが監督した、MGM のアニメ映画、デキシーランド圏でこの曲が大きく取り上げられ、2002年には、アメリカ議会図書館の全米録音資料登録簿に、この曲が加えられた。2002年にはまた、 人気コンピュータゲームマフィアザ・シティ・オブ・ロスト・ヘブンにこの曲が使用され、2005年にはマイクロソフトのゲーム機 XBOX360 の広告にもこの曲が取り上げられた。アメリカ合衆国各地にはタイガーをマスコットにしているスポーツチームがあり、その中にはタイガーラグを応援歌にしているところが色々ある。 メンフィス大学のバンドマイティサウンドオブザサウスはメンフィスタイガーズのゲームで長年タイガーラグのバージョンを演奏しておりタイガーラグにとして知られるバージョンではタイガースの主な応援歌がメドレーで演奏されるザ・ソング・ザ・ット・シェイクス・ザ・サウスランドと題されたタイガーラグはクレムゾン大学で1942年以来ずっと親しまれてきた応援歌であり タイガーズのあらゆるスポーツ行事、試合前の集会、パレードなどで演奏される。大学のキャンパス内にあるカリオン用にも編曲がなされているが、カリオンはジャズの楽曲を奏でることはほとんどない楽器である。タイガーラグはルイジアナ州立大学タイガーマーチングバンドにとっても人気が高い曲である。ルイジアナ州立大学のホームゲームではチームがタッチダウンを決めると、 その都度、このヒット曲の一部が演奏される。ただし、全曲の感想は特別な機会にのみ行われる。ミズーリ大学、プリンストン大学、オーバーン大学では、タイガーラグはメインではない、2番手の応援歌となっている。デトロイトタイガースのホームゲームでは、ティキシーランドジャズのバンドがしばしばこの曲を演奏してきた。特に、 1934年のワールドシリーズや1935年のワールドシリーズにタイガースが進出した際にはこの曲の人気は高かった。オハイオ州カヤホガフォールズのカヤホガフォールズマーチングタイガーバンドはタイガーラグを主な応援歌の一つとして演奏している。オハイオ州マシロンのマシロンタイガースウィングバンドは伝説的なアメリカンフットボール指導者。 オールブラウンがコーチを務めていた1938年からマシロン・ワシントン高校タイガースのゲームでタイガーラグの演奏を始め現在までこの伝統が続いている第二次世界大戦後イングランドのサッカーチームであるハルシティ AFC は選手たちがフィールドに登場する直前にこの曲を拡声器を通して流していた一方日本国内では 日本の高校野球でチャンステーマとして吹奏楽団が演奏されており、特に秋田県内の高校がこぞって使用していることで知られている。秋田商工が1970年に初めて導入し、県内各校に広まった。秋田商工のみ中間部のあるジャジーなバージョンを演奏し、角野立校ではワッショイ部分の掛け声がオイサーとなっている。近年ではインターネットで 秋田県代表校のご当地応援として取り上げられることがあるが、秋田以外の都道府県代表も当局を応援下に使用している。2018年の第100回全国高等学校野球選手権記念大会では、金足農業の準優勝に伴い全国的に知名度が広がった。オリジナル力士ランドジャズバンドによって1917年に、 作曲されたタイガーラグはジャズのスタンダードナンバーとなり、ルイ・アームストロング、デューク・エリントン、チャーリー・パーカー、テッド・ルイス、ジョー・ジャクソン、ミルズ・ブラザースらによってカバーされた。オリジナル・リキシー・ランド・ジャズ・バンドが著作権を保有していたジャズのスタンダードナンバーで古典的な作品となっているタイガーラグは1942年までに時点で136の カバーバージョンが作られた。以下のアーティストたちはいずれもタイガーラグの録音を行っている。ありがとうございます。